予定通りね、この解放したダイスを使っていくことにしましょうか。解放したダイスをメインボードに置くときに、このお守りを使います。で、お守りを使うと、このダイス目がですね、この場合だと1なので、1上げることができて、4になります。で、これはね、支払ったので。で、この4を、このね、火事場に置きます。で、火事場に置くと、ここのアクション、建物ないし、水晶を1コストをね、減らして建てること、得ることができる。この森のアクションと、あとはね、建物をね、こう、いくつか並んでたとしても、一つだけなんですけども、一つのアクションを任意で選んで、そのね、ボーナスを得ることもできます。なので、まず、このね、任意のボーナスを得たいと思います。今後ね、建物にはね、石材がね、必要になってくるので、石材を2個にしようかな。なんでね、この効果で石材を2個得ます。そして、建物か水晶を1つコストダウンして得ることができるんですが、このね、宿屋のタイルを得たいと思います。建物タイルは左上は即時建てた時に得られる効果。なので、小玉をね、2つ移動させて、一つお守りを得るというものですね。で、このダイスの下のこのアイコンは、この建物アクションを使った時の効果。なので、5以上の目をそのエリアに置いた時に、1枚妖怪カードをランダムにね、山から得ることができます。そして、ここの右下は、誰かがね、自分の建物を使ってくれた時に、この効果を得ることができますが、5はね、ないので、この効果はね、使うことはないと思います。で、これをですね、ここに配置したいと思います。で、配置できるのもちゃんとね、土地の場所が決まってますので、ここは宿屋しか置けません。そして、コストなんですが、木材を1つ払ってくださいとあるんですが、1つね、割引されるので、木材を払わずに、このね、建物のコマをここに置きます。で、まずお守りを一つ得て、そしてもう一つはこの場所の小玉マーカーを2進めますので、ここを1、2と進めます。これでプレイヤーのアクションは終わりましたね。では続いて天狗ですね。44。ここですね。まず、渡河競争中、競争はしてないので、A はパス。で、B は左端ではないのでパス。C は開放済みのダイスは1個もないのでパス。D は未開放のダイスを1個持ってますね。で、そうしたら D の2を見て、関連資源を最低1つは持っている。酒が関連資源なので、3関連資源持ってますので、このね、D を満たしたということになります。で、D のアクションは、ダイスを1個解放し、なので、低い方のダイスを解放します。で、その後、発動中の天狗カードの下段に示されているアクションを、そこにダイスを置くことなく実行するので、黄泉の地のアクションで御霊を得るというものを行います。じゃあ、どの御霊を得るのかというと、この天狗のお気に入りが白か紫なので、白か紫を得ます。2枚お気に入りがあるんですが、コストが低い方を選択しますので、今回はね、こちらですね。で、コストは払わなくてよくて、ここの下に金色のね、魚がありますが、これはね、即時で美徳点を得られますので、1点ですね。で、このタイルを取ったら、トンボとタイルをセットにして、で、ここの効果については、プレイヤーはね、もちろんボーナスとしてもらえるんですけど、天狗はこのボーナスをもらうんじゃなくて、即時でね、2MP を得ることができます。まずこのね、途中の巡礼者を見てみると、1、2。で、ちなみにね、
ここの横道なんですけども、一人のプレイヤーは横道一本につき一つしか入ることができないので、この横道にね、天狗は入れないんですよね。で、2MP なんで、じゃあ、1、で、ここの点数の高い方に行きましょう。鳥居ですね。で、鳥居に入った場合は、灯籠と同様に、ここに書かれている美徳点 ×2 なので4。今これで9ですね。を得るのと、さらに、天狗デックの一番上の天狗アクションカードを引きます。はい、これですね。で、天狗アクションカードを引いて、このカード上に書かれている、アクションを即座に実行して、この後捨て札にします。おそらくなんですが、川より下の部分の効果を得ればいいと思いますので、翡翠と酒を一つ得て、最も競合している小玉マーカーを動かすということで、これちょっとね、後で説明しますね。まず、翡翠と酒を得ます。で、最も競合している小玉マーカーなんですが、まず条件としては、天狗が負けているところで、一番早くプレイヤーに追いつけるところを探します。で、今回天狗が負けているとこってここだけなんですよね。で、1マスね、小玉を動かすので、ここをね、1マス動かします。これでね、天狗のアクションは終わりです。で、先ほどね、1枚引いたのも捨て札に置いておきます。はい、ではプレイヤー側ですが、またダイスの解放していきたいと思うんですが、それか、先にカードを取りに行こうかな。ではね、この芋虫を取りに行きましょう。で、川がね、流れているので、川を渡るためにはね、一つダイスの目をね、減らさなければなりません。で、3。川を渡ったら、美徳カードを得るか、妖怪カードを得るか、ここのね、4つのアクションのうち、2つを選んでできるというものがあるんですけども。いや、ちょっと待ってよ。建物をたくさん建てていくので、岩倉を取ることと原子カードを取りに行きましょうかね。じゃあまず岩倉と原子カードなので、せっかくねここに宿屋をね建ててるので、赤い宿屋で得点が取れるこの岩倉を取りましょう。で、この岩倉取ったらですね、2位のところに置くことができるんですが、周りにねこのような丸のスペースがあるんですけども、これがねこういう巡礼書コマをこうやってたくさん配置すれば配置するほど、ここの書いてあるものの数かける周りにいる巡礼者ということになるので、できるだけね周りに置けるものが多いところにこの岩倉を置いておきましょう。これが1つ目。そして2つ目は原子カードを取るんですが、原子カードを取るときはまず2枚取って中身を確認します。よく似てますねこのね内容が達成できれば4点6点、できなければマイナス1点、マイナス2点っていうのがゲーム終了時に、差し引かれるんですが、まあ今のところちょっとね御霊たくさん取らない、これね自分持ってるやつですけど、御霊たくさん取らなきゃいけないんですが、まあ、水晶も1個取ってるんでね、この点数高い方を取りましょう。で、取らなかった方は山の底に返します。天狗の番ですね。1と6 1、渡河競争中ではない、左端でもない、解放済みダイスを1個持ってますね。 C の2は OK なんで1、ここなので翡翠の空き地かな。翡翠の空き地が利用可能です。空いてますね。じゃあ C を適用します。示されている場所に解放済みのダイスを1個置きますので、この3のダイスを翡翠の空き地に置きます。その領域にある天狗の小玉マーカーを1個進めるので、こうですね、その場所に対応するアクションを実行するなので、
木材と石材を1個得て、資源いっぱいありますね。で、競合している小玉マーカーですね。天狗の方が遅いところはもうここしかないので同点にされてしまいましたと。で、次ね、プレイヤーの番ですが、建物の方に行こうかな。じゃあ、イモムシをね、ここにプレイして解放します。木材か石材なんですが、まあどっちかというと石材も欲しいんですが、酒も欲しいな。じゃあ酒1個もらっときましょう。あ、違う、木材か石材かっつってんだから石材です。何でもいいではないですね。石材です。はい、ではまた天狗ダイスを振ります。1と5なんでここですね。渡河競争中ではないですね。ここに揃ってたら渡河競争中になります。 B、左端ではないですね。一番右、開放済みのダイス0、未開放のダイスを1個持っている、持ってますね。で、関連資源を1個持っている、岩、石材持ってますね。では D が当てはまります。ダイスを1個解放し、関連資源を1つ払う、石材を1つ払う、その後発動中の天狗カードの下段に示されている場所のアクションを、そこをダイスを置くことなしに発動する、なので、このね、建物を作るということをします。この天狗はお気に入りの建物ないんですよね。ではどの建物を取るかということなんですが、最も内側にあるものを取って建設しますということなので、この宿屋を建設します。これ欲しかったんですけどね。取られちゃいましたね。ではどこに建設するかなんですが、宿屋が建てれるのは1、2、3とこの3箇所しかありません。複数ある場合は最も競合しているもう小玉マーカーがある場所なんですが、プレイヤーが先にねある場所は一つもないので、この場合ね、特にルールブックに指示が書かれてないんですけれども、点数の高いところに置けばいいと思うので、6点4点5点なので、まあ、ここに置きましょう。そして天狗は資源を払うことなく建物マーカーをこちらに置きます。で、ここに1ないし2と書いてあるんですが、必ず1マスだけですね、天狗は動きます。では次プレイヤーですが、もう一旦ちょっと様子見しようかな。あのですね、なんで様子見かって言ってると、この辺りがね、渡河競争あんまりしたくなくて、方針をね決めてほしいんですよね。あのどれを取っていくかとか、そうしたらまたそこから自分も、方法を考えるので、ちょっとね早めにこう決断をしてほしいんで、ちょっと一回様子見ます。カッパをプレイして解放して1 MP を得ます。で、目が開いてるね巡礼者駒を、スタートは鳥居の近くなのでここ置いて 1MP なんで、次こっからスタートですね。はい、では天狗3とこなので真ん中、渡河競争中ではない、左でもない、解放済みのダイスがあります。そして C の位置は下段の場所が利用可能で、ここは岩倉のねイラストが描かれているんですよね。で、岩倉が描かれているっていう時は、今回だとね、御霊がお気に入りですよね。なので、ここの黄泉の地が空いてるかどうかを確認します。で、黄泉の地空いてるので、利用可能です。なので、C は OK。では、アクションをしていくと、示されている場所にね、解放済みのダイスを1個、置きます。その領域にある、小玉マーカーを1マス進めるので、これをね1つ進めます。C
その場所に対応するアクションを行うので、御霊を一つ取るですね。でしかもお気に入りのなので、残ってる御霊の中でお気に入りなのはこれだけですね。この御霊を得るので、3美徳ポイントを得ますので、12。そして得た御霊はボーナスを得ずにここに保管しておきます。いや、順調ですね、天狗さん。順調だと思います。資源も多いし、ね、お気に入りも得られていってるし。順調ですね。プレイヤー側ですね。で、ここ2つ埋まっちゃってるんで、もうここしかないんですよね、置く場所がね。まあ、そうならそうで、1つね、お守りを使って、この、1を2にします。で、ここのね、火事場に置きます。で、2なので建物アクションはできないんですけれども、建物をね、1つ建てることができます。残ってる建物が、この農場だけなんですけど、ちょうどいいんですよね。農場も建てていきたいので。こっちにしようかな。じゃあ、この農場を建てましょう。次の建物は石材1を支払わなきゃいけないので、石材1を支払って、で、これをですね、ここに建てたいと思います。で、そうすると、まず、小玉マーカーを2進めますので、1、2、ここはもう激戦ですね。ちなみに、建物アクションとしては、自分の小玉を1つ増やして、相手を1つ減らすっていうことですね。で、これでこちらのターンは終わったので、天狗ですね。で、ここダイスがなくなってもどんどんやっていきます。3と5なので真ん中です。A、トカ競争中。実はここがトカ競争中になります。なので、トカ競争中。で、A の2、その場所で発動中の天狗カードの上段に示されているカード、妖怪カードや美徳カードが獲得可能。美徳カード、妖怪カード、どちらもありますよね。なので、A が条件を満たすので、A のアクションを行います。ダイス1個で川を渡るので、この川を渡るときなんですが、天狗は目を減らしません。そのままですね。で、示されているカードなんですが、一番希少で持ってない美徳カードを得るか、お気に入りの妖怪カードを得る。で、今回ですが、ネズミがお気に入り、もしくは山ウバがお気に入りなんですが、ないですよね。なので、美徳カードのうち、希少なカードというものを選ぶんですが、何で希少を判断するかというと、この星マークついてますよね。ここに4と5と書かれていますが、数字が小さいほど希少になりますので、4が希少。ということで、この陣というカードを天狗は得ます。で、陣というカードを得たら、ここにね、置きます。ちょっと台数を置く場所がないんで、この辺にちょっとずらそうかな。はい、このようにね、道がつながるように置いていきます。またプレイヤーに戻ります。で、最後、この解放したダイスを使うんですが、川のね、下側が空いてるとこ、ここしかないんですよね。でも、ここに行くか、もしくはね、大精霊の住処に行くかなんですが、じゃあ、ね、いい機会なので、お見せできるのはいいかな。じゃあ、この2の解放したダイスを、大精霊の住処の1、2、3、4番目、ここに置きます。ここに置くときは1マイナスしてください。で、ここに置くと何ができるかというと、すでに置いてある自分以外のプレイヤーのダイス名を模倣することができるんですね。今回、これは自分のダイスですが、この2つは天狗のダイスなので模倣することができます。で、しかも選ぶことができるんで、今回はこの4のダイスを模倣してみましょう。で、4はここの効果を得られますね。なので、ここの効果を得ていきます。
なのでトンボか御霊を、一つねコスト安く手に入れられるんですが、御霊が、原始カードとしては欲しいので、またねトンボも一つありますので、御霊を取りましょう。こちらのね御霊を取りましょう。で1資源安く取れるのでこの酒は払いません。で1美徳点もらえるのでようやく1かな、御霊を得て、このねどちらかを適用することができます。で、お守りがないのでお守りを一つねもらっておきましょう。御霊を得たのでトンボとね合体させていきます。こんな感じで御霊をね得た時にすぐボーナスを得られるんですが、トンボはね御霊とくっつけて初めてボーナスを得ることができます。自分のどこか、小玉を2つ進めて、どこかの相手の小玉を1つ交代させます。これはねこの画面外のあたりに、保管していきます。でどこの小玉を進めてどこの小玉を下げるかなんですが、まあ、点数高いところはね進めたいですし、まあじゃあ こっち進めときますか。1、2、実はまだまだ続きます。これがね前回使ったものなので、そうすると山札なくなりますよね。そしたらね右にずらして山札をねもう一回作り直します。ではダイスを振ります。3と3頭の中ですね。渡河競争中ない、ここね渡河競争はしてないんですよね。で最も左端でもない、解放済みダイスない、未解放もない、渡河競争中でもない、大精霊の住処に置いてないですが解放済みのダイスを持ってないので F も飛ばす。 G 未解放のダイスない、天狗が渡河中の場所がある、ありますね、これ渡河中です。でその場所で発動中の天狗カードの上段に示されているお気に入りの妖怪、持ってない美徳カードは可能。美徳カードが指定されているので今ね持ってるのが陣だけなので、優と忠義なのでどちらも持ってないので、これは当てはまりますね、はい、なので H は当てはまります。その場所のダイス1個で川を渡り、で川を渡る時に優先されるのは目が大きい方を渡らせます。示されている妖怪カードか美徳カードを得るので、美徳カードのうち4と5なのでこの U の4を得ます。そしてここにね並べていきます。でプレイヤー側はもうここね上に行けないですよね、すべて置き切ってしまったのでプレイヤーはパス。そして天狗がもう一度振って2と5、渡河競争中ない、左端じゃない、解放済みじゃない、未解放ない、渡河競争中でもない、大精霊はさっきもチェックしたんでない、未解放もない、渡河中、渡河中ですね。で上にお気に入りがあればなんですが、ネズミがお気に入りなので、いい、めっちゃいい動きしますね渡ってネズミを取ります。でこのネズミカードはね初期のデッキと区別するためにこの向きで置いておくのがいいかなと思います。これでねパスでいいと思うんですが、一旦もう一度ね見ておきましょう。振るだけ一応振りましょうね。3、5、渡河競争中ない、左端でもない、解放済みダイスもない、未解放もない、競争中でもない、大精霊は大丈夫だけど解放済みがない、未解放のダイスを持ってない、渡河中でもない、解放済みダイス持ってない、活動面でもない、渡河中がないので全部満たさないので天狗はパスということになります。まあ大変ですよねチェックするのね。この年以降2年目以降については
もうパスと分かったらチェックしないでどんどんパスしていきます。これでちょっと夏にしてなかったですが、これで全員パスしたので夏が終わって秋に移ります。はい、で秋なんですが、大精霊の住処で上側にダイスを置いているプレイヤーが手番順トラックでより前方に移動するんですけども、大精霊の住処にダイスを置いたのは自分プレイヤー側だけなので、プレイヤーがね今度は先手番になって天狗が後になります。これで秋は終了です。では冬、まず守護者の帰還をします。守護者はこのダイス名を一切動かさずに戻します。まず天狗の方ですが、天狗はね最初に言いましたが、この2、3、4は絶対に変わりません。そしてプレイヤー側も今は1、2、3ですので、これも場所は2です。置く場所はねどこでもいいですが、1、2、3と、まあ、結局最初に戻っちゃいましたね。で次、精霊の美徳ですが、合計で5枚以上の妖怪カードを持っている場合、このラウンドでプレイヤーボード上に出して妖怪カードのうち永続的にゲームから除外して美徳点を得ることができる。どこを数えて5枚なのかというと、山と捨て札も含めるので1、2、3、4、5、5枚ですよね。でこのうちプレイヤーボード上にあるものだけを1枚ね除外することができて、今回は芋虫にしましょうか。でここに書かれている3というところの点数を得ます。なので1が4に、でこの芋虫どうするかっていうと、ここのねここにアイコンあるんですけど、この下によいしょと挟んで、もう芋虫は最終のね得点計算の時まで出てこないということになります。妖怪との別れ、プレイヤーボード上に残っている全ての妖怪カードを取ります。この2枚ですね。でこれは取ったら捨て札に来ます。で大精霊の歩みなので、大精霊が2年目に移り、次のラウンドのための準備を行っていきます。でまず次のラウンドのための準備なんですが、まずここにある残っている妖怪カードと美徳カードを全て回収します。それからトンボ、建物、水晶、御霊、この4つをですね更新していくんですが、ここに炎のマークがありますよね。この炎のマークがあるものはもうゲームから除外します。そして除外したら、ここを真ん中にして内側に行くように全て詰めていきます。で空いたところにサプライから補充していくという形になります。これで1年目の冬が終わりです。だいぶねルールを話しながら進めてるので、もうこれ撮影上ではですね1時間42分1年にかかってます。これはまずいですかかりすぎです、なのでかなりねスピードアップをねして2年目からはやっていきますね。